おはようございます森口でございます今日もよろしくお願いします今日は12月の5日の月曜日お題がこちら 大チャンス今こそ小型成長株を狙いたいということでこれはあくまでも自分の考えです今こそ国内の内需の小型成長株が好機だと思う3つの理由について自分に言い聞か,かせるつもりでしかも長期視点で見ていきたいというふうに思っております投資はあくまでも自己責任になりますのでもしそうかなと思うことがあったら何かのヒントにしていただければなというふうに思っておりますまた週足の一目金公表を使ってまた今朝もねまだ相場は動いていませんから先週の振り返りも兼ねて週足チャートをチェックしていきたいというふうに思っておりますぜひ最後 までお付き合いください。ということでこのチャンネルではこういった形で最新の状況を取り上げた上でのテクニカル分析必ず毎朝7時目標で交渉していきます。皆さんと一緒に株を考えていくチャンネルです。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。では早速先週の振り返りを入れていきましょう。まずは日経平均株価ですが1週間で1.79%の下落となりました。今3本の移動平均線がかなり集約してすべてがほぼ横向きといった形になっております。トレンドはほぼ中立と見てもいいんではないでしょうか。トピックス見ていきます。3.17%これが結構大きいですよね。先 先週ちょうどねこれがパーフェクトオーダーになったよという話をしたんですが52周戦が若干だけ今下向きですただ13周戦、26周戦は上向きを維持していてでここに集約、ここにサポートがありますのでここを割り込んだらストーリーは変わると思うんですが基本的には変わらないというふうに考えております先週やはり下落の勢いが結構強くてですね海運株以外は全てが下落しているというところはちょっと警戒はしておいてください一方でマザーズはマイナス0.08%ということでほとんど下がってないんですよね、まあ、これ今日の 話にににも通じててくるのかかなななととといいいいいうふううふ思まますすががこここ半年間ぐらりりマザーズ強っおニューヨークダウは0.24%のプラスこちらは実は移動平均線この52周線以外は上向き52周線ももうすぐ上向きになるんじゃないかというところまで来ております s P500 が1.13%のプラスアメリカ株はちゃんとプラスになっているんですねしかも13周線がこう見ても分かる通り上向きに変わってきているということですナスタックに関しましてはまだ移動平均線下向きなんですけども でも2.09%上昇してるんですよね、S&P よりもニューヨークダウよりも上昇率が高いということになりました、ラッセルに関しましては1.27%、こちらも13周線は上向きに変わりつつあるということですね。 日本株用の方が優位性は高い位置にいるんだがアメリカ株の方が先週1週間の動きは良かったということになっているんじゃないかなと思います週間のヒートマップ見ても緑が目立つんではないでしょうかそしてこちらが為替コモリティということで今日からの動きにぜひ備えておいていただきたいんですが日経先ものは127円のマイナスになっているんですねでしかも円高が進行しているこれは日本株にとってマイナスの面もあると思いますそして原油に関しましては80.34ただビックス恐怖指数は20を割り込んでいると といいうことになっていきますで長期金利もかなり落ち着いていますねで小型株上昇、ソックス下落で日経先もまだちょっと下落しているという形になっていますそしてリアルタイムで動いています暗号資産今朝は上昇しているといった形ですねでは見ていきましょう今こそ国内内需の小型成長株が好機だと思う3つの理由について話をしていきたいと思うんですが先ほども見ていただいた通りこれはここ半年間ぐらいの日経金トピックスマザーズのパフォーマンスの比較なんですけども明らかに違うんですよね日経金トピックスが大体7%前後に対しましてマザーズ プラスの28.74%。 がが非常にパフォーマンスが高いといいとととうこわかかるかと思いますまたこれは市場再編後の東証プライム市場指数再編のタイミングで1000ポイントとしたものの1005ポイントということですから市場再編後では一応上昇しているということがわかりますそれに対してグロース市場指数ですが1015ということでまずはこれを超えているということがわかると思いますしさらにこの9月ぐらいですかねこの辺では900ポイント割れていたにもかかわらずそして、えー、プライム市場指数はその時900は割れていなかったにもかかわらず現状はグロース の方が強いということで今すごくこうグロース株の方が評価をされているんだってことはぜひ意識しておいていただきたいなという,ふうに思いますでその背景としてあるのはこの3つなのかなという,ふうに思っていまして1つは金利低下ですね。 2つ目は円高そして3つ目に海外の影響なんかがあるのかなというふうに思っていますでまず金利低下なんですけどもアメリカの長期金利のチャート見ていただければわかると思うんですが、まあ、大きく下がってきていますよねインフレのピークアウトの期待であるとか引き締め速度の鈍化が金利低下を招いているわけですけどもそれが成長株買いグロース株買いにつながっているんじゃないかということですねでそれがまた円高につながっているということにはなっているかと思いますただグロース株買いっていう中でですねアメリカのナスタック市場は戻ってきていないとなぜだということがあると思うんです がこれが海外影響というところなんですけども、やはりまあこれ、逆イールドというものを出してますが、逆イールドが続けば続くほど、景気後退懸念というのがどんどん増してるわけですよね、景気後退懸念が起これば起こるほど、アメリカ大丈夫かと、グローバル企業大丈夫かということにもなっていきますので、そこに関しましては、ナスダックというのはグローバル企業とても多いですからね、戻しが鈍いとか、実際に業績の影響がもうすでに出てきているというところは言えるのかもしれません、でもそれが国内の内需企業であれば、そんなに懸念は少ないよねということになっていきます。なので まあ金利が低下することによって成長株は変わりやすい合いになっていることは間違いないよねということですねそして円高によって業績懸念があるかもしれないけども内需企業であればむしろ輸入物価が低下してコストが下がるよねという面もあるかもしれませんそして海外影響が少ないんであれば国内内需株っていうのはもしかしたら可能性はあるんじゃないかというふうには今感じておる限りでございますその中ですごく個人投資家にとって参考になるなというふうに思う記事メディアがあったのでこれもご紹介できればと思っています 井村俊也さんが取り上げられていたのでこれに注目をしてずっと見入っていましたで改めてやっぱりすごいなというふうに思うのが年収3万円から今30億円稼いだ投資術と書いてありますがここまで来る人がいるんだなということでもう本当に尊敬しておりますで井村さんの投資法といえばですねアルファ超過収益を探すということでこちらの記事にね紹介されていた内容を少し噛み砕いてお話ができればと思うんですがその超過収益を探す上では2倍になりそうな銘柄を見つけて23年ぐらいの長期視点で長期投資 ををするよううなポートフォリオを組むといいううに言っていたんですねでそれががしっかりと成果が出てきた時には大きなな収益を生み出すよとということになってますではそのアルファっていうのはどうやって探すのかってことなんですけどもその方程式としては割安×成長×モメンタムというような話をされていましたここも少しだけ噛み砕いて話をさせてください割安というのはですね代表的なのは PER 株価収益率、ね、基準が15倍みたいな、まあ、そんな指標がありますけどもまあ、こういった株そ,そういった指標もも,もちろんですねいろいろな尺度で測ることがとても大切 でありまた1つで測ることはなく成長性と絡めて市場の評価を考えるという話をしていましたまた成長に関しましても業績成長に継続性があるかってことが最も重要であるということも話をしていますその中で定量プラス定性を競合他社と比較してアルファを見いだすということですねでその成長性から適正 PR を導き出し割安性を判断しているということだったんですよねこれってすごく僕のエクセル株投資にもめちゃくちゃよく似てるなというふうに思ったんですよね この適正 PR を図るっていう点ではですね僕はこの PR 早見表というのを使いまして実際に業績成長、この辺ですね、今期、前期、来期みたいなの,のの成長率を出してで、それに対してその成長率から適正 PR 何倍ぐらいなのかなーっていうのをこう割り出してるんですね、まあ、それを使ってるのですごくよく似てるというふうに思ったんです、でも僕にもうちょっとプラスなるんだらあればきっとこれだろうなというふうに思ったのが3つ目のポイントなんですよね、モメンタムということです。モメンタムはは相場ののの勢いといいととととうううここななんですがが投資家の注目を集めるききっっかかかかけけ何何そそにり 各たくさんの銘柄を見ることによってアルファを見いだしていこうということだったんですね、ここは本当になかなか真似できるところではないんですが、非常に参考になるなという,ふうに思って記事を見ていました。で、最近の井村銘柄というふうになりましたが、三井松島ホールディングス、富山第一銀行、住石ホールディングス、住石ホールディングスなんかはね金曜日にストップ高してましたし、先週ぐらいでしたっけ、富山第一銀行も大きく上がりましたよね、まあ、そういったところからもですねすごく真似できる部分というのはあるんじゃないかなというふうに思います。また三井松島とか墨石っていうのは完全に国内,内 ととといいいううわけででではははなななすすすが、まあ、富山第一なんかかか地方銀行ですからね、まあ、国内内需とも言えるのかなというふうには思ったりりしております、まあ、プラスですねアルファを見つけるために何をしているのかってことなんですけども井村さんの場合には全3900社分の開示情報をくまなくチェックするという方法を取り入れているそうですさすがにここまではできないよなっていう,ふうに思うかもしれないんですがもしかしたらなんですけども僕がやってることぐらいだったらできるかもしれないそして内需であるならば自分の理解できる範囲でなるならばできるんじゃないかなというところで指揮法っていうのはね一つのやっぱり いいいいツールななんだなという,ふうに改めて思います僕はこれを見続けていきたいなというふうに思ってるんですが会社指揮法を使ってその発売日のみ3ヶ月に1回のみ全銘柄をしっかりとチェックするということですねそこから注目銘柄を30から50絞り出しそこから本命銘柄を5から10絞り出しここに集中するここの開示情報は見逃さないこのチャートは毎日チェックするこれぐらいだったらばねできるかなというところで、まあ、プラスアルファ新しい業界とか、まあ、井村さんが、ね、目をつけた富山第一銀行の、ね、地方銀行なんかを特集して分析したりもしましたけども まあそういったところも広げていきですねでもやっぱりここにしっかりと集中するってことをね改めて意識していきたいなというふうに思った限りですということで2の動画のまとめです今小型成長株に追い風が吹いている3つの理由とはということで金利低下円高海外影響というこの3つを挙げさせていただきました金利が低下することによってグロース株が変わりやすいんじゃないかというところ円高には業績懸念がありますが円高の輸入物価低下むしろコストが減少するような影響っていうのもあるんじゃないかっていうところですねそして海外の景気後退懸念っていうのはあるわ でですすけけども海外ののののの影響を受ににくいいいいいややはり内需小型のグロース株っていうう結構評価されやすいんじゃないかなかというふうに考えました、まあ一つの参考としまして井村さんのような分析ができればいいよなということで、まあ、参考に割安かける成長かけるモメンタムという話をしましたそれで超過収益アルファを探すということでしたがそこまでできなくてもですねやはり四季から注目銘柄本命銘柄を絞り出し5から10ぐらいは毎日チェックしよう開示は全てチェックしようこれぐらいの心意気を持って僕も継続をしていきたいなというふうに思っております 皆さんの少しでも参考になっていれば幸いですではですね指数の売買戦略週足の一目均衡表プラス RSI を使いまして見ていきましょうまずは日経均株価です日経均株価ですが週足の一目均衡表において雲がギリギリサポートするかしないかというところに来ていますなので今週の終値をしっかりと確認しておきたいなというふうに思ってますその際マック D がもし下向きになっていたら少しネガティブかなというふうに思いますので雲、まあのサポートマック D の向き注目していきたいと思いますトピックス見ていきましょうトピックスに関しましてもちょうど大きく下がって雲がサポートする しないいかというとうころままで来てますよね週足の移動平均線とともにやはり同じく雲そしてマック D の向き注目していきたいと思いますマザーズに関しましては一目均衡表の雲の中に入ってきたやはりこれね小型株が強いという象徴かなというふうに思いますのでこれも引き続きチェックしていきたいなというふうに思っておりますニューヨークダウ見ていきましょうこれ週足の雲も超えて2週間連続で、ね、プラスに推移してますからこれは本当に強いなというふうに思いますし底値から見ても20%一度戻していますから、まあ、その辺をどう考えていくかしっかりとまたね改めて考えていきたいというふうに 思っておりますサンドビー500なんですがこれ地高スパンがこれね陰線ですから一応超えてるんですね 超えていてで見た目上もですね。来週しっかりと上昇、もしくは横ばい圏でもですね。超えてきますから、その辺注目していきたいと思います。また雲にぶつかった時、macd がゼロラインにぶつかった時、この辺をね。一つのポイントとして捉えていきたいなという風に思っています。ナスダックに関しましても、一応チコスパンこれ超えてると思うんですよね。陰線なんでね。なので、まあ今週はこの基準線を超えてくるかどうか、しっかりと注目をして見ていきたいかなという風に思います。最後ラッセル見ていきましょう。ラッセルに関しましては、これもチコスパン超えてますよね。明らかに超えています。なので今週超えると思うんですよね。ここに ずれますからねで、雲にぶつかってくるということになりますので、雲にぶつかったときどうなるのかということですね。そしてその翌週が FOMC の週ということになりますので、そこまでしっかりと継続して注目をしていきたいなというふうに思っております。はいということで、今日きょうはです、ねまあ、国内の小型成長株、内需の小型成長株、僕、結構得意な分野というか、よく見ている分野なので、ここでしっかりとね、えー、今がチャンスだというところで、しっかり仕込んでいきたいなというところですよね。何も明日上がれよとか、1週間後上がれってか、ことがれよという話じゃなくて、ですね長期的に2、3年ぐらいのスパンでね、えー、しっかりとそこに投資ができるように頑張っ 頑張っててていいいいいきたいなとととうふうに思っておりますということで今日も知らせせを入れささくださいあの投資家が買ったというのがまさに井村さんだったんですけども地方銀行3つの視点どういう視点で井村さんは地銀を買ったのか富山第一銀行を買ったのかっていうところですね分解した上で他の地銀の可能性はあるのかっていうところを確認したという記事になっております初月無料月額制になってますので概要欄のノートの URL をぜひ一度チェックしてみてくださいまた同じプラットフォーム内でメンバーシップやっておりますこれもね記事が見れるという機能だけではあるんですが月額が若干異なりますのでよかったらチェックしていただければというふうに思っております 書店購入キャンペーンを継続しております。こちらもノートの記事になってますので、概要欄の URL をぜひチェックしていただき、また2冊目に関しましては2023年目標に出版を、ね、え進めていきますので、タイトルや発売時期が決まりましたら、しっかりとお知らせをさせてください。よろしくお願いします。ということで、今日はこんな感じで終わってきます。今日の中でも何か参考になりましたらグッドマックボタンを、また明日以降もこのような形で7時目標で多分今日超えちゃいますけども、7時目標で交渉していきますので、明日も聴いていただける方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた明日、テクニカル分析でお会いしましょう。